皆さん、ごきげんよう。上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら、下記の質問がありました。今回は、こちらの質問にお答えしたいと思います。それでは早速、行ってみましょう。質問1、キャップカットの質問です。アフレコを入れようとすると、動画の音も止まってしまいます。動画の音も流しながら、アフレコ入れる方法が知りたいです。知っている方いたら、お願いします。2021-12-23質問に、素人が動画にアフレコを入れることは難しいでしょうか？素人ができるやり方がありましたら、教えてください。2012-49ということなんですが、キャップカットの場合、アフレコを入れようとすると、動画の音声が止まってしまうんですよね。The Picture in Picture で流しながら、アフレコできないのかな？と思ったんですが、これも音声が止まってしまいます。なので、やるとしたら、PC で動画を流しながらもちろんイヤホンで聞いてくださいね。キャップカットで同調して動画をスタートさせて、オーディオ、アフレコで録音していく。この場合、iPhone にもイヤホンをつけて、イヤホンのマイクを口に極端に近づけて喋った方がいいですね。音が小さいんですよね。あるいはマイクを買ってきて、つけた方がいいかもしれません。そして後でアフレコの音量を 300% ぐらいに上げたらちょうどいいかもしれません。しかし PC がない方はどうするの？と心配される方もいるかと思いますが、ご安心ください。 iPhone だけでできる方法を今回発見しました。もちろん完全無料です。それはビデオリープという動画編集アプリを使用するという方法です。このビデオリープというアプリだけは、なぜか音声を流しながらアフレコ録音ができます。有能ですね。使い方のコツとしては、1、まずキャップカットで動画を完成させておいて、その動画をビデオリープに読み込みます。2、イヤホンを iPhone につけて、左右のイヤホンのうち、マイクのない方を左耳につけて、マイクのある右のイヤホンは耳から外して、マイクをできるだけ口に近づけて、アフレコを録音していきます。そして5で、アフレコの音量だけ 500% までボリュームアップするなど調整してください。録音の音が小さいんですよね。あとは、保存するだけで完了です。イヤホンを使わないと、アフレコの音声と動画の音声が被って録音されてしまうので、注意してください。これならば、PC がなくてもアフレコできます。しかしこのビデオリープというアプリ、特定の有料機能を使わなければウォーターマークがつくこともなく、エクスポートもできます。まあなんて良心的で有能なアプリでしょう。他にも面白い機能がいっぱいありますね。皆さんもぜひご利用ください。以上です。